タフキ王子やとジグルタフキ王子は、和歌山県東室郡那智勝浦町にある神社旧跡。九十九王子の最後の一社である。大門坂上り口にほど近い、夫婦杉から、すぐ上部のところにある。中浮、熊野道行間吹、信明門院三景気といった主要な中世、三景気には見られず、資料上で確認できるのは、近世の父史、旅行記の類においてである。 岐南号を知るべきには、近隣の氏、野々村の小技である二の瀬にある、若一王子社の少子として記述され、完成六年の熊野巡覧期には、古宮とある。起源や由緒など、不明なところが多い。田向けから転じたとする説や、この王子社を設けた、那智山の社僧の名にちなむとする説、那智山三景の払い書とする説などがある。貴族風土記では、若宮の名のほか、 道祖神を祭人とする胸の記述が見られる。江戸時代には社殿があったと伝えられているが、1877年に熊野那智大社の拙者の一辻宮として境内に移され、跡地には石碑と更新塚の実が残されている。和歌山県指定史跡。ありがとうございます。